めぐみさんが電話をしても出ないハルトですが、舞からの電話には出るというのが、なんでだろう？といつも思うのですが、ハルト自身も、なんでだろう？と思っているのではないかな？と思い始めました。ハルトも寂しいのかもね。大河内教官ですが、言われていたほど鬼教官じゃないですよね。竹刀を持って生徒をボコボコにとか、シャブ台返しで怒るとか、サンダーと言われていることからも、雷が落ちるのかと思っていたけど、顔が怖いだけのような気がします。舞たちも、萎縮はしているのかもしれないけど、そこまで怖がっている風でもないし、パイロットの訓練自体が命がけなので、教官も厳しく指導するのが当たり前で、他の教官も、同じく厳しかったり怖かったりというのが、当たり前なのではないかと思うのです。そういう意味では、吉川晃司さんらしいところを見てみたいとも言えますね。第43話のあらすじです。ラグビーカフェノーサイドで、舞からのメールをくるみが読んでいると、舞の兄のハルトが現れる。くるみは、ハルトから会社を辞めたと聞かされ、くるみは、舞にそのことを伝える。心配した舞は、ハルトに電話をするが、ハルトにええ感じで空を飛んでいるのか？と聞かれ、言葉に詰まってしまう。大河内教官の指導は厳しく、飛行訓練は日々、その難易度を上げていた。